コア ID セット届いたから早速開けていく。ちなみにここの気温が今34度。今年なんてこんなに暑いの。ID によって音声変化はありませんが、逆に言えば ID だけ変えればその分遊びの幅が広がるのがギーツのいいとこ。なんかガチャとかで大量に出して欲しかったとか今でも思う。並べると農園のおじさんになれるのおもろ。今回のひび割れはナッジスタローです。レターとトゲッチのひび割れも欲しかった。この3つはあんまり光を通さなそう。そしてついに出たレター。なぜか前回ハブられた。遊び方はいつも通りです。それじゃあバックルと組み合わせてみよう。今回はIDコアセットを開けました。ダウンとランサーのコアが個人的に好きなので、今回ゲットできてよかった。